アドマイヤカンは日本の競争は主な勝ち倉は2015年の札幌2歳ステークス。2013年3月21日、ノーザンファームにて誕生。繁殖担当者は生まれて間もない姿を見た時に身のこなしの良さ、放牧地での柔らかい動き、重心の低い走りだけでなく、負けん気の強さもまたずば抜けていました。と当時を振り返っている。 2014年のセレクトセール一歳、サラブレット部門にて、近藤リーチによって3996万円で、落札、取引される。立東トレーニングセンターの菅井直を、スケ者に入級する。2015年7月19日、函館競馬場の新馬戦でデビューし一着。続けて、出走の札幌二歳ステークスでは、プロフェットを花の下で退けて、勝利。 重傷発生派を挙げた。秋は、京都2歳、ステークス、ホープフルステークスに出走も3着、5着。年明けて2016年も、初戦のスミレステークス9着、2戦目の弥生イシ5着の、後春のクラシック戦線からは、離れ、9月の単調ステークスで復帰するが、その後、約1年4ヶ月間の休養に入った。2018年1月14日、 長期休養から復帰して1000万円以下条件戦に出走し復帰戦を勝利。その後、1600万円以下、オープンクラスの競争で2着、3着を続けた。復帰後9戦目、10月27日のことステイクスで通算4勝目を挙げ、オープンクラスに再び昇級した。オープン昇級後初戦のステイヤーズステイクスでは2着に、 入るなど4戦出走したが勝ちきれなかった。昇級後5戦目の2019年5月26日、目黒記念に出走したが、第2コーナー過ぎで交代して、競争中止し、左第一子関節脱臼の発症と診断されて、予後不良、安楽死の措置が講じられた。同日に競争場登録を抹消。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づくありがとうございます。